はい、今日もあなたと百姓天国、本日は2019年2月18日月曜ですね、先ほど種まきしましたが、午後からはね、じゃがいもでございますね。この天気でじゃがいもを植えねば難波するというね、2月で乾いたら、畑が乾いたらじゃがいもですよね。ようやくね、前回やったのでこれだけね、まだまだお試しというかね、ちょろちょろってやったぐらいで、予定ではもうね、とっくにこの畑全部ね、この右側ね、埋まってるはずですけどもね、まだ半分ぐらいですよ、これね。いやいや、全然遅れております。今年はね、大変でございますね。まあまあ、予定通り行かないわけでして、またね、あさって雨だったりするので、もうこうなってくると、予定を差し替えてね、里芋を先にやるという手もあるかなって感じですね。まあ、じゃがいもはね、3月、どうですか ?3 月末ぐらいに、一般的には皆さんいつやるんですかね、関東もね。よく知らないですけど、俺はもう2月にやると決めちゃってるのでね、3月やってももちろん間に合うと思うんですが、先にね、だから里芋をやっちゃっといてから、ちょっと乾くのを待ってね、3月になって乾くのを待って、里芋はしけってても全然大丈夫なのでね、っていう風にしようかなと今ちょっともう考えてますね。はい。ということで、じゃあ今ね、こう、種芋ね、こうやって、わかりますかね、置いたところで、これからね、土寄せでございます。あれ一本倒れてんの、これ。いっくらせ、よっくらせ。こうやってね、土をまあ、寄せていくわけですよね。寄せていくわけですから、その時にこうやってね、棒を立てて、その目印になるものがね、ないといけませんのでね。よいしょ。よいしょ。倒れてる。やる気ねえな、お前。ゆっくらせ。え?もうちょっとこう、ちゃんと刺さないからね。はい。よいしょ。ね、このまあ、じゃがいも栽培はね、全部この土寄せがポイントになります。で、もうひたすら土寄せ、ちゃんとこうやってマルチを張ると。あとは風で飛ばされないようにね、しっかりと畝間を管理して、草をね、できるだけ、抑えながら、我が野はね、除草剤など薬剤は使いませんのでね、掘り上げは6月ですから、とにかくそれまでね、この畝間の管理をね、こう、ばーっとこう、じゃがいもの葉っぱ出てきますんでね、まあ毎年何でしょう、同じことやっとるんで何も言いようがないんですけども、よっこらせ、よし、まずはこの管理器もね、だいぶ使い込んでるのでね、だいぶボロくなってきてるんですよね。ちょっとじゃあ土をしていきます。ね、こんな感じですか。まだね、ちょっと畑湿ってるね、土が湿ってるね、ちょっと重いですよね。もうしょうがないです。でもね、これでやっていかないと間に合わないんでね、もうちょっとね、この管理器がパワーがあるといいんですけどもね。まあまあ、わざわざね、このためだけに管理器を買うっていうのもね、って感じで、まあまあ、これで仕方なくやってますけども。はい、ね、こんな感じで、このところにね、こうやって土を、この真ん中の棒のところね、こうやって寄せていくわけです。ね、もう毎年やってんでね、今更って感じですけどね。もう今年はね、もうだいぶ、減らしてます。種芋もね、今年は250キロぐらいですか。まあ、もう300キロはちょっとね、しんどくてできないですか。一番やった時は330ぐらいですか。330、40ぐらいやったのかな。もうちょっとね、厳しいですよ。
反対側ですね。うちはね、もう、高畝黒マルチ一発というね、やり方ですので、とにかくできるだけね、高畝にして、やります。